それではお時間となりました、土木コレクション2010土木の日記念行事シンポジウムを開催させていただきます。本日司会を務めさせていただきます和田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて本日のシンポジウムでございますが2部構成で進めさせていただきます。第1部は土木偉人映像展復権する河川の自然主義と題しまして土木技術者岡崎文吉をテーマに映像をご覧いただいた上で東京大学名誉教授の高橋豊様からご講演をいただきます。さらにフリーライターの北室和子様と土木コレクション委員会委員長で九州大学教授の島谷幸宏様にお話を伺ってまいります。第2部は土木の原点を考える土木の力が日本を救うと題しまして土木学会会長の坂田健二様、漫画家の江川達也様、経済評論家の中野武様、そして京都大学教授の藤井聡様よりパネルディスカッションを行ってまいりたいと思ってございます。それでは早速でございます。第1部を始めさせていただきます。島谷先生よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。私あの土木の日の実行委員会の幹事長をさせていただいております島谷と申します。で皆さんご存知のように11月18日は11月18日で土木と書きまして、この前後土木の日および暮らしと土木の習慣ということで土木学会ではその、広く国民の皆様に土木のことを知っていただこうということでさまざまな事業を展開しておるわけでございます。で今日はその土木の日の実行委員会の本部事業といたしまして、映像展と、シンポジウムを開かせていただきたいというふうに思っておるわけでございます。まず前半の土木偉人映像展ですが今日は岡崎文吉についての映像をまず30分程度見ていただきまして、その後で、高橋先生北室先生のさんのお話をお聞きして、会場の方からも意見を交換するというような形で進めさせていただきたいと考えております。で土木の日記念行事は、2014年に土木学会が100周年記念を迎えますので100周年記念事業との連動をしております。でこの後半の土木の原点を考えるというシンポジウムは100周年記念事業の幹事長の藤井さんを中心として企画されたものでございます。それで皆さんお手元にこの土木コレクションの、パンフレットがあると思いますが、土木学会ではこの土木コレクションというのを3年前から始めておりましてこの東京駅の丸の内口の行幸地下街地下通りで非常に美しいパネルを展示しておりますのでぜひお買いの際にはご覧になっていただければと思います。全国大会と合わせて作っております関係上昨年の九州と今年の北海道が中心のコレクションになりますが計64点ぐらいのものが展示されておりますのでご覧ください。それでは映像展に入らせていただきたいと思います。でこの映像はですね、ペーパーにも書いておりますが浅田先生が制作されて北海道開発庁が発行された石狩川治水事業と岡崎文吉という DVD が、1時間半ものぐらいの DVD があります。それを30分に編集したものを今日はご覧に、なっていただきます。でこれは北海道開発庁のちょっとご厚意で借りて編集させていただいたものですのでぜひご覧ください。でこの岡崎文吉は北海道で石狩川の治水と正面を向いてですね、ご努力された方です。で映像を見ていただければ分かりますが本当に素晴らしい技術者で後に高橋先生の方から解説があると思いますのでお楽しみにしていただきまして、始めさせていただきたいと思います。じゃあ DVD の方をご覧ください。皆さんいかがだったでしょうか。岡崎文吉がこの自然主義で、石狩川を回収 しようというふうに心に決めたわけですけれどその後、沖野忠夫のとの論争があったのではないかということでこの計画は頓挫していくわけです。でそれにそういう経緯につきまして、高橋先生の方に大変難しい講演のお願いをしてありまして、ぜひ沖野忠夫と岡崎文吉の論争あったかどうかというのは歴史的によくわからないわけですがその辺を含めまして日本のこの河川の自然主義それから現代の
現代の河川工法へとつながってくるわけですが、そのあたりをお話しいただければと思います。高橋先生、よろしくお願いいたします。私が今日話そうとするキーワード、そんな詳しくはありませんが、で岡崎がどうしてああいう自然主義の河川工法というものを思いついたか、その辺を、一つはですね、彼は1902年に1年かかってミシシッピ川とライン川とロアル川を勉強して回ってるんですね。最近は外国の河川を視察に行くといってもせいぜい1週間とか、そのくらいでしょうが、1年かけてこのミシシッピ、ライン、ロアール、その他オランダなどの川を覚えていますが、これは彼が31歳の時です。年取ってから行ったんじゃやっぱり感受精神が鈍ってるだろうから、この30代の時に世界の主要な川を1年かけて見て回ったというのが、彼がの治水観を確立する一つの大きな起源になったと思います。それから、島谷さんから与えられた宿題は、1917年大正6年ですね、沖野忠夫が札幌旭川へ行きまして、石狩川の治水について、決めるために行くわけです。その時岡崎文吉は石狩川の所長ですから、当然この2人は会っているはずです。しかし沖野と岡崎の川に対する考え方、治水の考え方は相当に違うんですね。だから大論争が行われたであろう、これは想像で、議事録などは残っておりません。この辺を研究した最近この3月に土木学会から出た沖野忠夫と明治改修という会長があります。それは4人が精魂込めて勉強して書いたもので、その本のことはちょっと お手元の資料のですね、この3人の写真が載ってる一番下に岡崎文吉関係文献の紹介の、2つ目に沖野忠夫と明治改修という本で、これは大変な大著で、この3月に、土木学会から出たものですが、松浦新駅さんと神戸大学の関木さん、それから、日本の放水路をこれほど丁寧に勉強した、人はないと思われる、それから山梨県の望月さんとか4人で書いた本で、その中にね、沖野と論争があったであろうけれども議事録はないので想像した記事がございます。でこの本は沖野忠夫という大人物が日本の近代治水の元を開いた、いかに沖野忠夫は優れたエンジニアであったかということを、たくさんの各川の業績に基づいて書いてるんですが、その中で特に沖野と岡崎の接点を書いたのは岩屋さんですね。日本の放水路という大変優れた本を東大出版会から出ておりまして、博士論文ですが、大変優れた本ですからちっとも売れません。やたらに売れる本は大体ダメな本ですね。それはともかくとして、岩屋さん一生懸命勉強したんですが、記録がないんですよね。議事録もなければ、だからかなり想像してはいますが、論争があって
2人がどう言ったかなんていうところまではとても書いていません。で、沖野は古市と一緒にね、明治8年にエコールサントラルに留学するんです。当時エコールサントラル、パリのエコールサントラルには日本人は3人勉強してました。明治8年から12、3年頃、古市君武ですね、日本の道具学会の初代会長のみならず日本の土木工学というものを、まあ定めたというか、その古市君武、若き頃はパリで勉強していたのがエコールサントラル、同じ時期に荻野忠も行ってるんです。もう一人が建築家の山口半六、この3人のね、若い青年が日本の近代化のために勉強しないかんっていうんで、当時の明治初期の日本から行った留学生というものの勉強ぶりは容易なことではないようですね。東京大学に古市が留学した時に持ち帰った文献と彼の書いた記録が残っております。古市文庫というのが残っておりますが、古市は若き頃、開成学校を出て、そしてフランスへ行って1年フランス、エコルサントラル入る前に理性高校でフランス語その他の勉強をして、そしてエコールサントラルという、いろんな訳があって土木大学なんて訳した本のもいますが、それはあまり正確でないんですが、彼はその、エコールサントラルに入学した時の成績が2番であったと言われているのが、松浦さんがいろいろ調べてそうではないと、それほどではないと、しかし上の方ですが、それから彼は5年間彼というのは古市ですね、今日は古市の話じゃないからこれだと簡単にあとやりますが、古市が5年間パリにいて、エコルサントラルの後ソルボンヌに行って理学部の天文学科行ってますがね、その5年間その伝説によれば、その5年間大学へ1日の欠席も遅刻も早退もなかったという伝説を私が聞いて、それを私ところどころで言ったら、松浦さんがいやいや、よく調べたら3日欠席がありました、という、どうも5年間皆出席、遅刻早退なしというのは松浦さんの調査によるとちょっと違うようですが、彼はの勉強ぶりは、例えば、ある時病気になってしまった、高熱を、それでも彼は高熱をして大学へ行こうとした。そしたら下宿のマダムが、いやこんなひどい高熱の時には休んだ方がいいですよと言った時に、彼は自分が一日大学を休めば日本の近代化は一日遅れると言ったそうです。私は直接聞いたわけではないから伝説の息を出ないでしょうが、でも言ったかもしれないなという感じはいたします。私がその話を司馬太郎さんに話しましたら、明治の和光度の意気込みと人生観をこよなく評価する司馬さんは、明治の和光度のエリートらしいなと言って、彼というのは今の彼は、司馬太郎は、国の形の中にそれを引用されています。つまり明治の日本から行った若きエリートたちはみんな古市のようにね、自分が日本の近代化を成し遂げるんだという大変な意気込みで行ったんですね。そしてそれは沖野も同じですよ。で、岡崎は留学こそしないけれども気持ちは同じでしょうね。その他明治の日本から行った留学生は本当に死に物狂いで勉強したんだと思います。それが日本近代化を支えた一つの要因だと思う。沖野も勉強したと思いますね、大変な意気込みで。で、沖野は俗にその後輩たちの言葉によると数学の鬼とかね、数学気違いとかね、
何しろ数学が大変得意で、そこで数学で何しろ明治ですから、今とこう混同しないでください。日本は鎖国を破って新しい科学技術を欧米から、特に西ヨーロッパから入れて、それにのっとってね、近代化を進めたんですよね。で、何しろインフラを整備しなければ近代化するにはいろんな要因がありますが、今日お集まりの方々は土木関係の方多いと思います。やはりね、インフラをそのちゃんと整備しなければね、いろいろ理屈を言っても、まあ、絵空事だと思いますね。そして古市や沖野やこういう人たちは、新しい、それまで欧米の技術日本に入れてませんからね、長崎からほんの少し入ってきたぐらいで、ですから自分らが勉強してそれを日本へ持ってきて、科学技術を、それを日本の国土に築いていく、それが日本の近代化を成し遂げるんだと、非常に強い生きがいと自信と持ってやったんですね。沖野も同じです。エコールサントラル、明治の頃のカリキュラムを見ますと、もともとフランスは数学が得意な国で、そのエコールサントラルのカリキュラムの中には非常にレベルの高い数学がたくさんあります。もともと沖野はね、数学得意な人だったようですが、このエコールサントラルで数学の基本を身につけたんだと私は思います。そしてそれを日本へ戻ってきて、近代治水を日本に展開するにあたって、それまで日本人が知らなかった数学、力学という武器をふんだんに使って日本の河川事業を推し進めたんですね。もちろん機械化相談のこともあります。したがって彼は数学というものに大変な自信を持って、数学で理解できないものはダメだという観念を非常に強く持っていた。一方岡崎はですね、留学こそしてませんが、彼はこの31歳の時の世界の川をめぐって、最近のちょこちょこっと1週間見に行く喫茶とは違うんですよ。ちゃんとそこへ住み込んで技術者と会って議論をして、そしてそれは日本の川にどういうふうになるかなということを考えながら、彼は1年間、これはとても多分その頃ヨーロッパへ河川を視察に行った、世界から行った人はいっぱいいるでしょう。おそらく、岡崎ぐらい真剣に河川を見てよく考えて日本へどう応用するかを考えた人はいないでしょう。で、先ほどのビデオにもありましたように、岡崎は、岡山の出身 であそこにちょっとナレーションありましたけれども、熊沢万山の影響を受けたであろうと、私もあろうと思って、何ら証拠はありません。まあ、熊沢万山の江戸時代の優れた地山地水論はここで言うまでもありませんが、まあ、読んではいるでしょうね。郷里の岡山では大変尊敬されている熊沢万山の考え方を身につけていたと思う。それから日本に札幌におられます時にね、彼が一番丁寧に読んだのは世界国際航路会議の議事録なんです。航路ってナビゲーションね。その頃、この19世紀から20世紀の初めにかけて、世界航路会議ナビゲーションコングレスには大変優れた論文が載ってます。で、特にフランス人ドイツ人がライン川とかね、そういう川について調べた、それは川底の土砂の動き方、巣のでき方について、19世紀終わり頃フランスドイツは大変なその実測に基づいた研究をしているのを、そのコングレスのたくさんの論文を、そのおそらく岡崎ほど読んだ人はいないでしょう。私が岡崎文吉、もちろん彼は昭和20年戦争の年の冬に亡くなってますから、私はもちろんお目にかかっていませんが、30年か30、40年前かな、東大の図書室へ行って岡崎文吉の
治水という本、先ほど紹介ありましたね、あれを見て大変そういう岡崎の治水というような本は私が日本語で読んだどんな本にもああいう考え方はなかった。いわゆる自然主義ですね。つまり川はその彼のね、その自然一節を象徴する一節を、これいや岡崎文吉で本当に深く研究しているのは残念ながら亡くなりましたが岸さんだと思いますよ。岸さんが、先ほどちょっと岸さんのあれが、これはね、これ岡崎文吉の大変重要な点で、岡崎文吉が書いたものに、近世水利学はあまりに極端になり、河川に対し過度の強制、まあ、工事ですね、行い、河川をあたかも一定の流量を疎通するための目的を持って作ろうとしている。運河のごとき形状に川を改造線としあるのは、川を痛め、方岸に接近する三代筋を平行な包み、突堤のごとき縦鋼の作用により対岸に退却せしめ、ほとんど根本的に天然河川を改造して、むしろ単純な学理上の要件に一致せしめようと図ったのであるが、多くは、まあ、要するにうまくいってないじゃないか。つまり彼と岡崎は極端主義っていうんですが、新しく入ってきた水理学、数学力学にあまりにも極端に頼りすぎて、川の流量を通す、なんか問いの、まあ問いというのは私が訳したんですが、問いのように考えて川を人工的に作ろうとしすぎるということを彼は言ってるんですね。一方沖野はですね、彼は淀川の治水に心血を注いで、あそこに日本の近代河川事業の模範を作ったんです。そして日本全国の主要な川の計画を次々と大変な熱意を持って作り上げていったのが沖野です。で、石狩川が残っていた指導が、そして大正6年石狩川に来て、沖野はね、この翌年もう63歳ですから、翌年退官するんです。だから彼の日本の河川の事業の最後が石狩川なんです。で、石狩川へ来て、これは難しい川だと思ったんでしょうね。で、ともかく石狩平野を開発するためには、特に泥炭地、これは厄介ですから、ともかく地下水位を下げなければならない。そのためには河川の普段の水位を下げなければならない。そのためにはショートカットをどんどん作っていって、まあその目的はいろいろありますが、多分ショートカットをすることによって水位を下げて泥炭地の治水を全うしようと考えたに違いない。岡崎文吉はね、自然主義ですからね、ショートカットに反対なんです。川はある法則のもとにこうちゃんと訳があって、こう回りくねって流れているんだと。それを人工的に目先の目的を持って側線にするのは極端主義であって、それには反対なんですね。しかし沖野はそんなことを言ったって、一体石狩平野をどうやって開発するんだ、この水の難しいところを、お前のようなそんな理想主義を言っていた、んでは石狩平野は開発できんぞ。明治31年に石狩川には大洪水がありましたね。その時洪水の疎通をどうするんだ。しかし岡崎文吉は、川というのは自然なんだと、人間がもともと作ったものではなくて、多分じゃない、川は人間よりも 先に地球上にあって、その自然の法則にのっとって流れているのを人間は借りるだけであって、やはり自然の法則をにのっとって河川事業をやるべきであって、そのいたずらに近代技術にのっとって当たりまっすぐにしたりするのは邪道である。で、
2人が論争したということになっているけれども、論点はそういうことだったでしょうね。しかし重要なことは、その沖野忠雄はね、当時すでに日本中の主要な河川で実績を上げて議官という大変権力を持った人ですよ。今の議官とは違ってといっては、つまりもう今みたいに2年3年でどんどん変わらないんです。10年20年に議官やってるんです。そして何といっても淀川はじめたくさんの実績がありますね。実績は強いですよ。特に淀川の治水については日本ならではの大変見事な施工を沖野は仕遂げています。それから年齢見てもね、63歳と46歳今でこそ年齢差は実質上さましたが、私の学生の頃からね、10年先輩に文句は言えなかったですよ。ましてやこの明治大正の頃に20年も先輩にね文句言えるわけはないですよ。ですから私はちゃんと2人がね蝶々発信した論争はなかったと思います。できなかったと思う。しかしあったとすれば論点はそういうところだったでしょう。沖野にしてみれば石狩平野の開発こそは北海道において最も重要なことだ、そのために川を自然のままにしとくなどと生っちょろいことを言ってできるか。彼はすでに日本中の川の実績があるから大変な自信があるんですね。ところで沖野はエコールサントラルで数学の単に演算法ではなくて数学の考え方を僕は勉強したと思う。そしてこの論争をした年に岡崎の治水という本がちょうど出版されている。原稿はもっと前にできてますよ。東京大学博士論文出しているのもこの年に博士論文にしたわけですから。当然沖野は石狩川でちょっと変わった考え方の人間が妙な治水をやっとるなということは沖野は知っておったでしょう。もちろんで治水 の, 大部分はもうすでに公表されていますから、さらっとは読んでるし、自然主義というものは情報としてはちゃんと知っていたけれども、彼にしてみれば沖野にしてみれば全国の河川を、ね、統一的理念でやりたかったんですね。そして今まで成功してるでしょう。石狩川だけその例外とすることはできない。翌年、言い方はいろいろありますが、岡崎はクビになります。左遷されます。そしてすぐアメリカの出張を命ぜられます。そして帰ってきてすぐ彼は、岡崎は旧満州に追っ払われるという言い方しちゃ失礼でしょうね。中国で遼河の調査研究を10年やって大変見事な成果を上げています。そして帰ってきて彼が考えた大放水路は沖野によって潰されて、たくさんの小水路ができたのを見ながら、先ほどちょっと出た監視を、ものしてるんですね。彼は監視の大家で、監視だけで、ね、こんな一冊になるような立派な、私はあまりよく理解できないで浅田さんに編集してもらったのをいただきましたが、彼は監視は大変な素養があったようですね。明治のねこういうエリートたちは大変まあ高度な教養がありましたね。古市君武は明治天皇の前で能を舞ってますよ。それから、田辺作郎は優れた日本画を彼の家行った時に見せていただきましたが、もちろん会ったことはないけど、お孫さんに見せてもらったんですが、つまり大変な優れた画家でもあります。つまり明治の知識人っていうのはね、ちゃんとした日本を近代化する、発展させるという強い志と心を持っているとともに優れた教養のある人たちですね。それに引き換え現在の河川技術者や大学教授はどうかなどと自問自答しますと、すぐ反論が来ます。明治にはテレビとゴルフがなかったんだと、だから時間があったんだという負け惜しみの、言い訳がありますけれども、
やはり今日、まあこれはこの後の討論であると思いますが、やはり日本をどうするかという気概が第一ですよ。ただただ一生懸命勉強すればいいっていうものではないでしょう。それで岡崎がね、微分方程式だけでは河川の現象は解けないと書いてるんです。で、私の先生の秋光一先生が仮想論という博士論文昭和16年に出してますが、その中で川というのは常に変化するのが本質であると、変化してやまないのが川であって、それにを微分方程式で解くのは限界がある、もちろん有力であるけれども、微分方程式というのはその現象の影を映しているに過ぎない。その辺がね、岡崎と秋光一とはその微分方程式は数学法の河川への適用についての効用と限界について私はかなり似ているなと思います。ところで、岡崎は左遷されて石狩川を去っていきました。大正7年にここで彼が考えた、岡崎が考えた自然主義というか川の自然性にもっぱら重んじようという考え方は日本の河川工法から途絶えました。それが今、まあ島谷さんが一生懸命やってる多自然河川工法というのは、それが復活したと見るべきかどうか、これはまあ後で島谷さんに伺いたいと思いますが、つまり、岡崎がは今、墓場の陰で多自然河川化工法を見て、どうだ俺の言った通りじゃないかと言ってるかどうか分かりませんが、そういう感じがいたしました。それで文献の中で大変自分の本を宣伝して恐縮ですが、私の河川工学の本の中の後ろで本の紹介をしています。そこで岡崎の治水にという本についての評価をしておりますので、多分河川工学者で私が東大にいた時に図書館へ行ってみた治水という本に大変驚きまして、そしてそれはね、やはりヨーロッパの航路会議の文献も大変読んでる。ただ問題はね、航路会議っていうのはライン川とかね、セーヌ川とかそういう川の船の舟運を主体にしたものです。日本の川は洪水というね、欧米では考えられないものすごい洪水が来る。ですからそのままは輸入できないと思いますね。ただ土砂の動き方は勉強できるんですだろうと思います。一応ちょっと時間超過した。いつまでも高橋先生のお話を聞いておきたいんですが、時間の制限がございまして、どうも先生ありがとうございました。それでは続きまして北室さんにお話をいただきたいと思います。北室さんは川は生きているというウェッジの本、昨年ですかね、出たんですけど、私も一緒に共著で書かせていただいているんですが、その中で岡崎文吉のことについて書かれています。で、私も一緒に本は書いているんですけど、お会いするのは今日初めて で本を読んでぜひお話をお聞きしたいということで、無理して北海道から今日は来ていただきました。それでは北室さん、よろしくお願いいたします。北海道から参りました北室和子と申します。私はフリーライターで、20年間北海道で取材をしております。今日はこのような席でお話しさせていただけますことを大変光栄に思っております。私は沖野忠雄が第10の席を作って改修を手掛けた四国の吉野川のほとりで育ちまして、それで今は岡崎文吉が心血を注いだ石狩川の支流の豊平川を毎日見ながら暮らしております。で、先ほど の映像にもありましたが、北海道初の人道鉄橋であった豊平橋を毎日渡っております。でただいま の高橋先生のお話をお伺いいたしまして、私はもう全く工学の方は門外漢で素人なんですが、そういう力学数学でその川を制御しようとした沖野忠
顔と、それから自然主義というものを持って川を見つめ続けた岡崎文吉が、まあ、真っ向から対立したという話です、お話でしたが、でもやっぱりこう共にその明治のエリートというのは国土を作っていくという意味で大変な使命感を持っていたんだなということを思いました。で、まあ、私は本当に工学のは素人ですが、高橋先生 の先ほどもお話ありました河川工学を読ませていただきまして、その中に先生がですね、なぜ治水史を学ぶかということを書いておられました。で、私は全く文系で数字の出てるところは分かりませんので、そこを読ませていただきますと、河川技術が常に人間と自然との歴史的関係において把握されなければならないからである。過去の工事記録的工事史にのみ関心を持つのではなく、その工事に対する河川と当時の地域社会計画の動機、工事計画の考え方、当時の技術水準、そしてその工事、その河川と当時の流域社会に与えた影響に関心を持ち、その視点から過去の大工事を理解することであると書いておられます。これはもう私たち流域に住む住民からしましたら、非常にやっぱり血の通った科学者のお言葉だと思いまして、非常に胸が熱くなりました。やっぱり私たちはその工事が終わった後もずっとそこに住んで、まあ、命と財産をそこの工事の結果に預けるわけで、まあ、いわば人生を委ねるわけですから、やっぱりそういったお考えで治水というものを技術者の方や科学者の方が見つめてくださるということは大変大切なことだし、感激いたしました。で、今日は石狩川の地元としてですね、岡崎博士が活躍した時代の社会背景と石狩川の様子ということを少しご報告したいと思いまして、と思います。まあ、岡崎文吉は最初自然主義に基づく放水路方式を取りましたけれども、その理由というのは次のようなものでした。自然の右極する水路を保存し、しかも河岸に人工を加え保護した河川においては洪水のため明水時の変化はほとんど生じることはなく、深淵および浅瀬は洪水前と同一地点に再現する、逆減すればそういった河川は事実上の安定状態にあるものといえる、そしということで、石狩川治水計画調査法文には、石狩川下流域では船の航路を維持するために川の形を変えず、洪水の際に増えた水量の分だけを流せる放水路を設けることを主張しています。一方の小水路についてはこのように述べています。天然の平衡状態を破壊し、平常時の水面勾配が急なために水性が急激で、新河道及び上流の在来水路の維持に困難さを加え、水深を減じて船舶の航行に支障をもたらすことは疑う余地がないものである。まあ、このようにこれがまあ岡崎文吉の放水路と小水路の基本的な考えのように思いましたが、ここで書いてあるその船の航路ということですけれども、これは本州 その大きな川での舟運というのと石狩川の場合はやっぱりちょっと違うのではないかなと思いまして、ちょっと写真を探してまいりました。まあ、このまるでミシシッピ川のような船だなと思って、私初めて見た時に驚いたんですけれども、このようにこれが石狩川に明治14年に、開かれた舟運船ですけれども、この船自体はもう少し後に作られたものですが、そもそもは北海道初の収置館監獄刑務所が、石狩川の中流域の今の月形町に作られたために、その囚人や生活物資を運ぶ必要ができたことで、船の道が開かれていきました。実際は原始の川で流木が多くて船が転覆してしまうことも多かったようで、その囚人を使役しまして2ヶ月にもわたって石狩川の底ざらいを行って、船を通すようにしています。またこの時には岡崎文吉が治水の中で、河川荒廃の第一の原因として挙げているその河畔林を伐採していると、開拓民が自分の焚き付けにするためにですね、河畔林をどんどん切っていくということで川が荒れていくということに非常な危機感を持っていますが、そういうことを、まあ、逆にその石狩川の流木が多すぎて船の航行に支障をきたすということで河畔林を伐採したという時代もあったようです。
で今あの江別石川、札幌市の隣の江別市にある、河川防災ステーションというところにあのこの上川丸の原寸模型が展示されているんですけれども、これは明治22年に、東京の石川島造船所で製造された外輪式の鉄製の蒸気船で、石炭を燃料にして蒸気を起こして船の両側についている車輪を回転させることで進むというものでした。でまあ、このようにあの石狩川を船の道にしなければ、あの川の道として、非常に重要だったというのはあのもう言うまでもなく、あの北海道には、当初、交通路というものが道路も鉄道もあの道路、第一その内地にあるようなあの街道もないというか道もないという状況だったからです。でこれがあのアップの写真ですけれども、まあ、本当になんかアメリカの開拓時代みたいな感じですけれども、この船の大きさというのが長さ25メートル、幅 6.2 メートル、総トン数60トン、24.2馬力で、後に67馬力に改良されています。で、定員が60人も乗れまして、速力が 7.8 ノットということです。で船は当初民間業者があの運航していたんですけれども、やはりあの川の洪水だとかその流木の影響で安定運航ができなくて経営が苦しくなって、やがてその国から命令航路という形で、あの国のあの補助によって運航するような形に変わってきました。でまあ、あの岡崎文吉がその放水路ということを考えたにあたっては、非常にやっぱりこうしたその石狩川があの唯一 の, あの道だったということ の, その切実さというのはすごく大きかったのではないかと思います。で、まあ、これ開拓期の内陸がどのようなものだったかという写真がありますので持ってきました。これは、岡崎文吉が27歳8歳で、北海道治水調査会の委員に任命された時のにはあの、まあ、石狩川の姿を知ろうとして、測量を始めるんですけれども、まあ、これは、まあ、全く同じ時期というわけではありませんけれども、ほぼこんな形だったのではないかと思います。これがあのいわゆる土産湖という北海道和紙場でして、測体歩っていう、こう独特な歩き方をしますので、あのダサい場としてその荷物を乗せてあの坂道とか行くのにすごく適していて、もう本当にこの土産湖のおかげで北海道は開かれたと言ってもいいぐらい の, あの馬ですけれども、やはりその土産湖にあのいろいろ荷物を積んで道なき道を行っています。まあ、そもそもあの江戸時代にあの松前藩が蝦夷地を治めてましたけれども、松前藩にとってその田畑がその財政の基盤になっていたわけではないので、あの沿岸部だけを把握してそこに行ってそのアイヌ民族と交易をすれば経済があの成り立っていたという藩ですので、あの本当に内陸は白紙でゼロからの出発だったということがよくわかります。で記録には、明治28年には、地形測量が完了というふうな記録がありますけれども、これはあの本式の三角測量によって精査されたものではなくて、実際はあのまあ、石狩川最上流部の、石狩国と十勝国と手塩国の、まあ、境目も定かではないというような状況だったというふうにされています。でそんな中であの岡崎文吉は、河川調査グループというのを組織して源流部に向かって測量を推し進めました。これは、当時まだ地理学の専門家集団でさえ十分にできていなかったことです。先ほどからお話に出ています流水の科学者岡崎文吉という本を北大出版会から出された浅田秀樹さんは、まあ、岡崎文吉の功績はいろいろあるけれども、石狩川の河川調査を実施したというその事実そのことが北海道の自然科学史に記録される価値があるというふうにおっしゃっていました。まあ、こんな形であの、もう本当に熊笹の茂みの原野の中を測量していったということで、あの私思いましたのはやっぱりこの北海道という大地を初めてその科学的に開いたのは土木技術者だったのではないかと、本当に測量によって北海道という新天地は開かれていったんだなということをすごく思います。
でこれが、当時の、石狩川の河口です。岡崎文吉は、小水路で水路をカットすることによって漁業が壊滅するというふうにも述べています。多少、横道にそれるかもしれませんけれども、石狩といえば石狩鍋で知られていますけれども、この頃からというか江戸時代から松前藩がですね、石狩には石狩場所というのを設けまして、そこでそのアイヌ民族と干した鮭などを交易していました。石狩川の流域非常に広いですけれども、人家があったのはもう河口だけというふうな時代が300年ぐらい続いたようです。これが鮭漁ですけれども、明治10年代にはだいたい100万匹が取れて、北海道の鮭の最大の産地が石狩川の河口だったということです。ですので岡崎文吉の時代というのはまだ石狩川っていうのは最大の交通路であり、鮭の大産地だったという感じではないかと思います。ちょっとぼやけてますけれども、これは何かと言いますと、キャビアが取れるチョウザメです。で石狩川には昭和10年代まで在来種のミカドチョウザメというものが生息していました。でこれが大体40年ぐらい前に取れたチョウザメですけれども、これはダウリアチョウザメっていう種類で、在来種ではないんですけれども、このチョウザメっていうのは、このいかつい顔からも分かりますけれども、すごい魚で、その最高年齢記録が、153歳で、体長が8メートル、体重2トンにもなるそうです。でこんな巨大魚がですね、岡崎文吉の時代には石狩川に結構うようよいたというような状況のようです。で旭川に近いところの滝川にエベオツという地名があるんですけれども、これはアイヌ語ではチョウザメの巣という意味です。で、こんな魚が結構いっぱいいたという、そんな本当原始の姿ということで、実は今石狩川ではこういったチョウザメとかですね、絶滅危惧種のイトウですとか、シマフクロウですとか、釧路湿原に今残っている特別天然記念物のタンチョウとか、そういったものがかつての明治初めぐらいには石狩川の流域にはたくさんいたということで、そういう生態系を取り戻そうということで、下半林を育てたり、下流部にその湿原を再生しようという取り組みも進められています。ちょっとまた横道にそれるかもしれませんけれども、これサメ様といいまして、石狩地方のアイヌ伝説では、天の川、その天、空の上の天の川っていうのは石狩川が天に映ったものだと言われていまして、それでそこに黒い影が映ると鮭が不漁になると。でその黒い影というのは先ほど出たチョウザメのこと で石狩川河口域のアイヌ民族はそのチョウザメを追い払うために信仰していて、でそれがチョウザメ信仰なんですけれども、でこれは和人がですね、その石狩場所を円滑に運営するために自分たちの神様である亀と、それとアイヌ民族のサメとをくっつけて一つの神様にして、でサメ様信仰というものをだいたい300年ぐらい続けてきました。このように石狩川と人の歴史は北海道開拓よりもずっとずっと前からあったということです。で、これもちょっとあれずれますけど、これは4000年前 の石狩もみじ山49号遺跡というものですけれども、これは実は日本で最も古い内水面にある鮭の捕獲施設です。でエリと呼ばれるものなんですけれども、縄文人がこうやって石狩川とかその支流で鮭を取っていたということです。で、こんな仕組みになります。ちょっとそれてしまいましたけど、そんな形で石狩川というのは、明治というのはそんな、非常に原始であり、でもな人とのつながりというのはもうかなりあった川だったのではないかと思います。でそんなところに、岡山から来た岡崎文吉は、こんな決心を、先ほど の先生の話でも非常にその詩に対してその監視の素養が高かったということですけれども、このような非常に若者らしい切々たる何て言うんでしょうか、もう青春のエネルギーにあふれる希望に満ちた歌を詠んでます。
でそれで、まあ、このような自然思想を育んでいったということで、私がすごく治水を読んで思いましたのは、本当にその言葉が美しい人で、もう読むだけでこう酔わせられるというか、私のようにその、技術的なことがわからない人間にも、ああこの人は本当に川を見つめてるんだなっていうことがすごくわかるような人ではないかと思います。でこちらが岡崎式ブロックです。で自然思想の中で岡崎文吉は、河川は自然のままに任せることではなく適切な人口を加えることであるというふうに述べていますけれども、そのブロックの100年後の姿がこれです。もう本当に風景に溶け込んでいて、こういうものを見ますと、まあ、こういうものがその石狩川流域には随所に残ってるんですけれども、やはりその時間を超えてですね、やっぱり未来の環境をデザインしていくっていうのは今の現在の土木技術者の方の力なんだなっていうことをすごく思います。これは石狩川河口の砂州にある石狩灯台なんですが、その近くに、石狩地区地域防災施設、通称川の博物館というのがありまして、そこに岡崎文吉の展示コーナーがあります。現在冬季休業中ですけれども、新年の年明けからまたオープンするということですが、ここには治水史も非常に詳しく展示されていて、石狩川の洪水の歴史ですね、そのもういかにその開拓民が、洪水と戦ってきたか、治水技術者がどんな工夫を凝らして戦ってきたかということが非常に分かりやすく展示されているので、私としては本当にぜひとも存続してほしい施設だと思っています。これは、石狩川の、中流域のですね、美唄と浦臼という両岸を結ぶ渡し船で、これ石狩川で最後の渡し船と言われていて、国田さんという船頭さんが夏の間乗せてくれるんですけれども、これは去年の夏に取材してきたものなんですが、なんかちょっと、このビーガーズの美唄の美で、浦が浦臼町の浦なんですが、ちょっと浦臼の役場の人に聞いてみましたら、来年が最後になるかもしれないということです。ちょっと残念なんですが、実は、何が申し上げたいかと言いますと、これがその、三浦渡船に乗った図なんですけれども、こんな形で今は無料で、希望すれば、船頭さんが石狩川を乗せてこのような形で、案内してくれるんですが、この後ろに見えるのはこれ水門ですけれども、ここはまさに石狩川中流域で、空知 の大米作地帯なんですが、で今北海道 の北海道米の、生産量というのはもう今日本一になったということですけれども、もともとその北海道米は寒冷地なのでちょっとパサパサしていて美味しくないということだったんですが、去年から出たゆめぷりかという新品種が出まして、それはアミロース値が非常に低くて、もっちりと粘り気がある美味しいお米なんですが、まあ、それがそういった非常にお米が作られているのがこの空知で、この石狩川流域です。でこの空知エリアだけでその北海道米、日本一の生産量になった北海道米の 49% の作付け面積を占めているということです。でこのようにその北海道が米どころになれたというのは、寒地稲作の品種改良ということも大変大きいんですけれども、やっぱり何よりもそのお米を作る土台、その農地があったできたということは、本当にその治水と利水の知恵と技術だと思います。小水路工事っていうのが、大正7年の親古小水路から昭和44年の砂川小水路まで29箇所で、まあ、全体でその自然のショートカットも含めて石狩川は100キロも短くなったと言われていますけれども、その小水路工事によって河川の水位が最大 3.5 メートルも下がったということで、まあ、ちょっと素人には 3.5 メートルという数字はよく分かりませんけれども、ちょっと考えてもすごい数字だなと思いまして、でそれによって、まあ、石狩川流域の湿地とか泥炭地の排水が進んで農地や宅地ができたということです。で、まあ、このように本当に船頭さんに乗せてもらって、石狩川に直にその自分が浮かんでその川の川面の風を体験したりっていうのは非常に貴重な経験なんですけれども、ただまあ石狩川っていいねって、自然っていいねっていうだけじゃなくて、こういったその治水っていうものによって石狩川がこのようなまあ、私たちが楽しめる川にもなり、親しめる川にもなり、そして北海道が日本最大の米産地にもなれた
というようなことをもっと私は地元の人間が知った方がいいと思いますし、多くの人たちにも知っていただきたいというふうに思っております。はい、これが石狩川の河口です。どうも、今年は石狩川治水100年ということで、本当にそういったその人の営みというものをこれからも伝えていけたらいいと思っております。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと残って、高橋先生どうぞ。もう時間あまりありませんが、今日の企画で、岡崎文吉の自然主義、あまり今まで、知られて、まあ、河川の分野、どうぞ、河川の分野では知ってる人もいるかと思いますが、他の土木の分野でもほとんど知られてなかったのではないかと思うんですが、河川の自然主義の復権が今日のシンポジウムで少しは進んだかなというふうに思いますが、せっかくの機会ですので、会場からご質問等がございましたら、一つ二つ受けたいと思いますが、いかがでしょうか。ございませんか。せっかくですのでよろしいでしょうか。じゃあ高橋さん、どうぞ一言短めにお願いします。30秒ぐらいでお願いします長くは水谷と申しますけれども、その両方力の治水論をお伺いしますとですね、その要するに石狩平野を水田として開拓したいということがですね、大きな目的だったんじゃないかと思うんですけども、でも考えてみますとですね、その非常に寒冷地だから、そこでやる農業が水田であるべきだということには必ずしも明治の初めにならなかったと思うんですよね。なぜその水田にしようとしたのかというところについてはいかがなんでしょう。わかりますか。地下水を下げようとしたかということでしょうね。例えばヨーロッパやアメリカなんかの河川に、そこの川の周りは水田ではないですよね。畑だとか、そうしたですね、なわけですね。で、日本の北海道の地形、それをそのことに仕込まれすると、そっちも近いと思うんですけど、なぜ水田にしようとしたのか。というのは開拓使の方針としては禁止したということがありました。屯田兵には水田米は作っちゃいけないと言って、適していないと言ったんですけれども、途中からやっぱりその米に対する執着というものが非常に強くて、やっぱりお米を作るようになったというふうに聞いてますけれども。それが治水とでも関係するんじゃないですか。はい、どうもありがとうございます。田中先生、はい、米を作ろうとすればやっぱり排水を考えるとね、特に泥炭地だから水位下げないと水田できないんで、そしてやはり地下水を下げ、川の水位を下げることにが石狩平野の水田の開発につながったんだと思いますね。で、それをね、沖野はそれを特に強調したんだろうと思うんです。ついでですけどね、岡崎文吉がヨーロッパの本を読んで一番傾倒しているのは、フランスのジラルドンというエンジニアでね、彼のことを、ところがジラルドンとかその辺の水理学者はフランスでは評価されなかったの。それが1980年代になって評価されるようになった。これは私の先生の猪木先生がラルースの百科事典をずっと見て、1980年代になってそのジラルドンとかそういう、まあ、環境的な学者がフランスでは評価されるようになった。その1980年代って日本も世界中でね、環境評価されるようになった。で、明治の沖野の時代はね、環境なんてことは誰も考えなかったんで、岡崎も環境といったわけじゃないけれども、自然主義というのは明治という大正の時代には一般社会から言っても大変受け入れがたい社会情勢にあったと思いますね。はい、どうもありがとうございます。どうも時間になりましたが、高橋先生、今日お二人で話していただきまして本当にありがとうございます。で、今日の意図は私が今年北海道で全国大会、土木学会の全国大会がございまして、その中でいろいろな資料を集めて今日下でも展示しておりますが、やはり岡崎文吉が
100年前にその川の自然の状態を見て、でそれにこうしたような改修をしないといけないということを提唱されているわけです。で今私たち 河川の技術者はやはりその環境という問題にぶち当たったときに、やはり自然をベースにしながらものを考えないといけないということで、非常に岡崎 その考え方に共感する部分が たくさんあるわけです。しかしながらその沖野のやったその治水が間違っていたかというと、そういうことでもやっぱりないわけですね。うまくこの地下水を低下して、その、まあ、今までの河川技術のやり方失敗してるわけではないけど、それでは新しいこの時代にやっぱり岡崎文吉の考え方がその非常に参考になるんではないか。でだけど同時でその岡崎文吉があの時沖野に敗れたのか、まあ、それは大きな流れだろうと思うわけですけれど、でそれを高橋先生がどういうふうに捉えられているのだろうかというのは私個人の非常に興味に基づいておりますが、これは非常に現代的な興味ではないかということで先生にお願いしたわけですが、先生最後に一言お願いいたしますが、いかがでしょうか。やはりあの基本的にあの岡崎 の治水観自然主義的な考えは基本的に大変正しいと思いますが、明治大正ではその時代に受け入れられなかった。何も沖野が頑張っただけではなくてね、当時の社会情勢には受け入れられなかった、つまり早すぎた先駆者であった。しかし今我々はその精神をあの今の日本の河川にどうね適用するかを考えるべきであって、彼の岡崎の河川哲学はあの今再認識すべきだと思います。どうもありがとうございます。一言どうぞ。あのこういう機会ですので、私もあの岡崎文吉の感性というものが、川を作っていくって言ったんだなと思います。治水を読んでやっぱり非常に感激しました。そういった感性を持った方が川をデザインしていただけるといいなと思いました。はい、ということであのまず第一部ですが、今日は高橋先生と北室さんに来ていただきまして、復権する河川の自然主義という題でお話をさせていただきました。どうも本当にあのもうちょっと時間欲しかったなというような思いでいっぱいですが、あの2人に拍手を送ってください。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。今一度温かい拍手をお願いいたしております。